というわけで今回は PUBG に関する情報ということで、基本的に知らない方向けに話していこうかなと思います。ではまず PUBG って何かと言いますと、ただいま PC のみで、プレイができる MMOFPS-TPS ゲームとなっております。一応これがね公式指定の、ジャンルなんですけど、 MMOFPS-TPS ゲームすごいこうややこしいですね。はい、ただまあルールはすごい簡単で、島にこう100人降ろされまして、そこから、競技エリアっていうのが、ランダムで指定され、そこ1箇所にこうみんなが、道中で拾ったアイテム、武器、乗り物などを使って、最後まで生き残るっていうのが大まかな流れです。はい、もうすごいルールは簡単ですね。いくらキルをしようが好プレイをしようが最後まで生き残ってれば、優勝ということで、実際に、ね、私も、過去にゼロキルでドンカツっていう動画を上げてます。まあ、そういった形でゼロキルでも、ソロで優勝ができます。ちょっとまあ変わった、ゲームですね。でまあそうなってくると、まあ敵とね打ち合えば打ち合うほどリスクはありますが、敵のね物資を、丸々回収できますので、多少ね開幕、武器が全く拾えなかったとしても、まあ、形勢逆転ばりに装備は整うっていう形の、ゲームです。はい、まあ、逆もありで、いくら装備が整ってようが、途中で殺されてしまうだとか、門松ショットガンで狩られてしまう、ハンドガンで後ろからやられてしまうっていう形の、一発逆転ルールとなっております。もちろん他にも、救援物資や爆撃といったイベント要素もあって、マップも、雨、夕方、そして新マップの砂漠だとか孤島などなど正式にリリース予定ということで、かなりねアップデートとか含め、熱いゲームとなってるんじゃないかなと思います。今のところ雨、夕方ぐらいですかね、追加で入ってるのは。でまあソロ専用の、パーティーが組めないモードがあったり、2人パーティー専用、4人パーティー専用、そしてカスタムの方に、ゾンビモードだとか FPS 視点オンリーって形で、いろんなモードがあります。まあ3000前後のゲームでここまでできるってなると、もちろん人口もすごい数で、Steam の同時接続数が世界2位を突破したということで、本当にこう世界的に、今有名なゲームとなっております。でまあ PC と Steam って聞くと、まあどうせ海外だけで人口稼いでるんでしょと思ってる方、いると思うんですけど、なんとこう PC ゲーをやらない文化の、日本の世界売上ランキング数、PUBG に関してなんと6番目を取ってるということで、これはねすごい快挙ですよ。Steam の売上数ね、貢献度、日本がね世界的に見て約 1% なんですよ。日本ってこうゲーム大国って言われてますけど、世界的に見て Steam の、まあ、売上数日本 1% しかないんですよ。でその 1% の国でなんと売上が、6番目にいるということで、本当にこう日本の大半の、Steam 勢が買ってるんじゃないかなと思います。で皆さんも、周知の通り、日本の生放送の大半が今 PUBG とスプラトゥーン、コールオブデューティー、あと何があるかな、あとレインボーシックスかっていった形で、まあ結構生放送っていうのが埋まってるんじゃないかなと思います。基本的にそうですね、ゲーム系のやっぱライブが多いですね、生放送は。っていった形でやっぱりその上位に今 PUBG がすごい食い込んできてまして、まあ、その影響もあってやったことはないけど見たことはあるって方の方が、まあ、CS の文化としては多いんじゃないかなと思います。じゃあ果たしてその CS で発売するのかって言いますと、 100% CS で発売します。実は決まってまして、 PS4 と Xbox One で発売ということは決まっております。でいつ発売するかと言いますと、今 PUBG がアップデート調整段階でして、いわゆるアーリーアクセス段階です。まあ、調整段階、アップデート中みたいな形ですね。でこれが終わってから、PC の方で正式発売した後に CS に移行されるみたいです。でまあそのアーリーアクセスが終わるめどなんですけど、公式が実は発表してまして、6ヶ月ぐらいで終わらせるみたいです。なので、PUBG が、3月の発売だったっけな、なので、大体その6ヶ月後、9月頃には、PC の方で正式発売されるみたいです。まあ多少遅れはするでしょうけど、大体まあ9月10月頃、まあ、秋口から、まあ、冬にかけて、まあ、正式版が出るんじゃないかなと、個人的に思います。でまあそれをね裏付けるように、実は Xbox One CS ですねの方が、PUBG の、PV を出してまして、実は12月から1月にかけて発売予定みたいです。はい、まあ、E3 カンファレンスあるじゃないですか。まあ、知らない方は調べてほしいんですけど、まあ、そちらにも、CS 版で出展されてたということで、確実に販売されると思います。実際ね自分も見てきました。はい、あこれが Xbox One の PUBG かみたいな形で、まあ、PC と、何ら変わらない形なんですけど、一応ね CS の方でも、ちょこちょこと移行されてるということで、まあ、今年中には、まあ、Xbox One の方で出るんじゃないかなと。で、まあ、先ほどから Xbox One って言ってますけど、その皆さんが、お目当てとしている、まあ、日本の文化と言われている PS4、 このね PS4 版はいつだと言いますと、実はね箱丸さんに、金を握らされてまして、PS4 の方が遅れるみたいです。
はい、まあ、よくありますね。あの PS4 でね出なければこう Xbox One をね、買わざるを得ないじゃないですか。まあ、例えば、まあ、これ見てる方Call of Duty が大半だと思うんですけど、まあ、例えば次回 Xbox One、 次回、Call of Duty World War 2が PS4 で出るのが1ヶ月間遅くなりますってなった場合、おそらくお金にちょっと余裕がある、人たちは多分 Xbox One を買うと思うんですよね。1ヶ月間早くやりたいから。まあ大半の、コード実況者は多分買うと思います。まあそういった形で、まあ、注目されてるゲームを、お金を握らせて遅らせるっていうのが、まあ、今今回 Xbox One の方でありまして、 PS4 の方では多少リリースが遅れるみたいです。ただまあはっきりと言えるのは Xbox One が出る時点で、まあ、PS4 と Xbox One はほぼほぼ性能一緒ですので、まあ、CS 版の移行はね簡単にできるんじゃないかなと思います。なのでまあお金のどれぐらい握らされてるかちょっとわかんないんですけど、まあそれでもまあ PS4 の方でも確実に出るんじゃないかなと思います。でこれは少し、余談になるんですが、実は PUBG さんと、パートナーシップ契約をこの度させていただいたということで、自分のサーバーを開けるようになりました。はい、皆さんねいつも応援ありがとうございます。あのまたね裏話とかありますので、まあ生放送とか聞いていただけたらいいのですが、今のところ日本でカスタムサーバーが開ける方で、公にしている方は、ショボスケさんと、オープンレックで、あとは他ツイッチの方がお二人と、あと誰だ、エレコさんかな。一応ねあのカスタムサーバーが開けるということで、まあ、他にもね隠れて実は持ってる方何人かいるんですけど、まあ、ちょっと公にされてなかったので、今回ちょっと黙っておきます。でまあなんでね、PUBG の生放送をしてない自分が、まあ、PUBG さんと、パートナーシップ契約を結べるかと言いますと、まあ、ちょっと PUBG のサーバーを借りれる募集があったんですね。でまあその際に、まあ、普段 COD のプラベで、こういうことしてるよって、送らせていただきまして、まあ、例えば隠れ鬼だとか、近接縛り、まあ、最大人数で、スペシャリストを使って全員で、キルしてみたとか、まあ、そういった形の、まあ、普段あの他の実況者が上げないようなこうネタ企画だとか、そういった検証っていうのを、まあ、動画ね説明文がね入った、メールの方を送らせていただきまして、でまあその PUBG さんから、まあ、それが認められまして、この度、サーバーの方をいただきました。本当にね、PUBG さんありがとうございます。なのでまあ大会運営とかではないんですけど、まあ、そういった普段、COD でやってるネタ企画、こちらをね PUBG の方でも、変わらずねやっていこうかなと思いますので、まあ、皆さんご協力の方よろしくお願いします。まあ、ちょっと先日から、生放送の方でいろいろとやってたんですけど、まあ、最低32名からしか始まりませんので、まあ、とりあえず、人が集まらないことにはできませんので、皆さん本当に協力の方お願いします。でまあ実際集まった人数がちょっとオープンネックの方だったんですけど、50名ほど集まりまして、遊ばせていただいたんですけど、すごい楽しかったです。はい、あの FPS 視点だったりだとか、あとまあ自分が死んでからもねすごいこうあの分かりやすい形のその三人称シアターモードっていうのかな、あのフリーカメラで、まあこれは割と、生放送場合はすごいしやすいんじゃないかなということで、まあ大会運営はねあのまたね慣れてから、やっていくつもりではあるんですけど、まあとりあえずはまあ PUBG さんに送ったように、普段やってる COD でやってるようなネタ企画検証の方、変わらずね PUBG の方でやっていこうかなと思いますので、その際は通知が届くようにチャンネル登録ボタンとその横のベルマーク押していただけると幸いでございます。それではご視聴ありがとうございました。あいつはスナイパーライフォン、出会ったら攻撃中。あんな UAV お前あれ完全出せないのか。希望来い。フラグオンラインはからの後ろ下がれ。お、倒した。池田やった。これ何これ何スパイダー雲の皮。あ、してください。やめろー。何もキーが動かない。駐車止め。おーっしゃ、マジで嘘。お前がお前がちょっと待って、嘘やろ。フリーホールでマジで嘘やろ。え、違う、マジでわざとちゃうやん。マジか、全然見えへん。